仕方変わって在住出身緑道始めに稽古を続けている杉取は関脇阿炎であります。大きな声でご挨拶を。長島奏君、大きな声でご挨拶を。大きな声でご挨拶を。小畑翔太郎君、若元春関であります。
高坂拓実君に続いて成功を受けた人には焼津市出身リトル富士であります。
最後は大関琴櫻、
千葉県出身佐渡畑部屋。横綱照ノ富士、露払い翠富士、太刀持ち平戸海、行司は式守伊之助であります。東方緑富士、西前頭八代目、静岡県焼津市出身伊勢ヶ浜部屋。西方美ノ海、西前頭七代目、沖縄県うるま市出身木瀬部屋。呼び出しは龍二であります。この取り組みには大相撲観戦のともにキリン一番絞り生ビール、おいしいとこだけ絞ってできましたキリン一番絞り生ビール、並びに日本の食の安全を守る株式会社中部衛生検査センターから検証があります。
東方大関琴桜、千葉県松戸市出身佐渡ヶ嶽部屋、西方大関豊昇龍、モンゴルウランバートル出身立浪部屋、呼び出しは次郎、大相撲静岡場所の最後の取組であります。この取組は関東地方の JPB 大相撲観察のみ霧一番搾り生ビール、美味しいとこだけ絞ってできました霧一番搾り生ビール並びに期待を叶えるローチュから検証があります。ただいまの決まり手は寄り切りで琴桜の勝ち。呼び取り式は琴翼であります。
弓取り式が終わりました。